ナナクとミナミナコンビニ新商品あれ違うのコンビニ新商品紹介ナナクとミナミナコンビニの新商品紹介コンビニ新商品紹介だと思うよナナクとミナミナナナクとミナミナコンビニ新商品紹介はい、ということで今日もファミリーマートとセブンイレブンですねやっていきたいと思います。まずはファミマからいきますよ。せーの、ドン！ヤンニョムチキン特区入りでございますね。特区って何？ハットクハットク。ああ、そう。ちょっと特区って何？トッポギ的なものだと思ってましたこれ。じゃこれはみなみさんにあの信じていただきます。続いてはこちらネギ味噌おにぎり。絶対に美味しいですね。いただきたいと思います。いただきまーす。すごいこの辺。うん。なんかまるで味噌汁と一緒に食べてるかのような、うん、わかるわかるわかる、なんかいいねこれ、実家感あるね、不思議な感覚、うん、じゃあみなみさんが温めてくれたのね、このヤンニョムチキンとっく入りを当てて、なんかパスタ入ってる下に、わあなんかすごいカップラーメンみたいな匂いする、超美味しそうだよ、熱そう、いただきます。私辛いの好きだから、うん、全然いけるけど、辛いの苦手だったら結構くるやつかもしれない、結構辛め、あ、チーズ、パスタも辛めてるんだ、パスタはちょっといらんけどね、美味しいこれも、うん、これ夜ご飯にぜひって感じ、あ、いいね、ということでファミマ最後、じゃーん、ボンボローニですね、イタリアトスカーナ生まれの定番おやつって書いてある、じゃあイタリアではこれ結構有名だ、しかもこんなちょっと大きいのに38円なんですよ、でこれパンコーナーに置いてあります、開けていくよ、新感覚紙の袋、うわ揚げパンだこれ、うわーおいしそう、いただくよ、あークリームないあ、ここにいた、うん、見えないかな、見える、ここにあるの、うまい、めっちゃ美味しいこれ、イタリア感じる、感じない全然、たっぷりカスタードホイップだって、カスタードめっちゃ美味しい、いただきます、うん、美味しいでしょう、イタリアは感じないでしょ、イタリアは感じない、わわ3個ぐらいいける多分、うん、こんな早くんの、すごい、ほぼクリーム、うん、こりゃおすすめだ、激うま、美味しかったです、ファミマは終了、続いてセブンイレブン、せーの、じゃん、熟成いくら醤油漬けおにぎり、ねこれさ出てるよね、出てる、どうして新商品なの、何かが変わったんでしょうね、分かった、新潟県産コシヒカリになったんだこれ、ねえずっとそうだ、いただきます、真っ黒、わーい、うん、どう、口いっぱいのいくらになった、すごいね、これいくらするの、おっかー、270円、ご褒美おにぎりだね、いくらってさ今めっちゃ高くなってんじゃん、値上がりとかしたんかな、もしかしたら値段が変わったってくるだけ、分かんない、どうするそれだけでもさ新発売って言ってたら値段が変わって死んだんじゃんおもろ好きだろ、味変えてくれ、口本当にちっちゃいんだね口奥行きっていうか、ここが以上熟成いくらでした、続きまして、これは多分セブンイレブンじゃなくてコンビニ共通とかであると思うんですけど、いや、ストロング濃いサワークリームオニオン、うわこれ、こ、うん、のやつだ、こ、小池屋、あ、これ小池屋っていう意味のこなの、うん、このこは、うん、そうなんだ、本当だ、小池屋って感じあるんだ、うん、うわー美味しそうな食べ物の匂いだ、あ、うまっ、これバクバクいっちゃう、危ないねこれ、うん、味が濃い、うん、このギザギザタイプでね、味がしっかり、本当に美味しい、なんかでっかいやつよりさこういうちっこいやつの方がさすっごい濃かったりしない、味がね、わかる、わかる、はい、全部食べてきましたけれども何か好きだった、ボンボローニ、私もこれマジでこれ、うん、これちょっと一回食べてみてほしい、本当にあの騙されたと思って食べてみて、うん、絶対に美味しいからこれ、美味しいんだから、はい、ということで何が食べたかったかっていうのをねコメント欄に皆さんお願いします、チャンネル登録とグッドボタンも
願いします。その他 SNS、Instagram、TikTok、Twitter やってるのでそちらもフォローお願いします。お願いします。ガルバスの公式 SNS のチェックもお願いします。お願いします。全て概要欄にリンクが貼ってあるのでそちらから飛んで見てみてください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。はい、ここにね、もう油ぎっぱぎです。トマクリームついちゃう。ここ美味しいんだよね、この、うん、指テッ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 テ